人文关怀创新部门有人类文化论、日本文化论、基督教文化论、医事法学、科学史技术论、临床生死学、社会创新论七个部门构成。社会创新论领域的藤井教授认为，人们需要重视为实现医疗卫生的社会实施机制，不应仅限于利益，还要将其还原于社会，并且反映在社会政策之中。観光資源としての自分たちの島であり橋であるかというところに意識をこうやって向けていくことっていうのは並大抵のことではやっぱりなかったようなんですね。それがいつの間にか単に農業と漁業しかできない田舎の島から出たこともないおじいちゃんおばあちゃんから世界中から人が集まってきて、その人たちにお接待をする観光をする自分のスタッフとしての自分たちということにこう変化していく中で、やっぱり彼ら自身の QOL とか生きがいっていうものが大きく変質していってると思うんですよね。企業の規模がどんどんに大きくなってくると、各段階に直面しているその組織内部の問題とか、それを克服することするとどういう組織スタイルになっていくか、その一連のプロセスを説明する理論です。ミレニアム世代とか、こう私たちみたいな Z 世代みたいな人たちにすごくこうしっくりくる思想なので、そこをすごく深掘っていった時に、なんかこう自分のセルフケアとか、セクシュアルな部分のケアとかっていうのが価値が上げられるんじゃないかみたいなのを今ヒントに勉強しているところですね。初村教授正在探索以天主教思想家奥古斯丁的心灵哲学为中心的人类学的特征及现代意义。求め続けるんです、安心することができなくずっと求め続けるんです、そのようなこの心のに定義した探求という、そういうことをなんか人々と分かち合っていくような学問というのをしていきたいと思っております。本村教授正在对日本社会中有关衰老、临终看护、死亡等意识进行广泛的研究，其中尤其注重于近年来日本人不想给别人添麻烦的意识。死に至るような苦痛ではないんだけれども、ずっとなんていうのか、じぐ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 心の中に迷惑をかけたくないんだけどかけてしまってるなっていう、そのいわゆるこう小さな痛みっていうんですかね、ちょっと私の例、時々使う例だと小骨が喉に引っかかってるような痛みっていうんですかね、ある意味こう苦痛を抱えながら生きていかざる、最後を迎えなきゃいけない、そういう状況をなんか少しでもこう改善したりですね、行く方向っていうのはなんかないものか、そういったところに資する研究になればいいなというふうにですね、思っています。表面じゃなくって深いところでいろいろこう捉えて、この人はどういう価値観を持ってんだろうかとかっていうのを、日常的に考える習慣がついたような気がしているので、そこはやっぱり教員をやっていて人を育てるっていう部分ではすごい大事なことなのかなっていうことを、日々思ってます。日立讲师正在研究关于选择医疗保健的过程，或无法做出决定的人之医疗保健的选择。今の医療とかケアってご本人が決めればそれでいいですよねって、ご本人に決めてもらいましょうっていうのが一つの大事なルールというか大事な前提になっていると思うんですけど、でもはい、じゃあご自分で決めてくださいって言われても決められないものじゃないですか。でそれが例えばその家族のことを思って、例えば自分の手術の日取りを決める、手術を受けないといけなくてその日取りを決めるにしても、その人その人によって条件が違ったりとか、あるいはその優先したいこととか両立したいことって違うと思うんですよね。あ、じゃあ自分はいつどういう手術を受けてどういうふうに治療して何を大事にしたいんだろうかっていうことが、その選択を迫られて初めて分かって考える部分があると思うんです。另外、现职的医护人员也会在这样的学习中逐渐发现与人的生命相关的各种价值观和尊严。
倫理的ジレンマみたいなこうちょっと葛藤があったりしたところがあるんですけど、臨床の人たちってその葛藤をうまくこう表現できないんですよね。で、先生とかの授業、全般の倫理学の授業を受けてたら、そういうのを言葉として表現してそれを問題意識にしているので、吉野教授正在采用历史法对医疗保健在时代变迁中如何发生进行考察和研究。最近注目しているのが産業工業分野ですね、生産分野で培われてきたロボット技術がですね、どういうふうに民間というかそのヘルスシステムの分野に展開されてきたのか、転用されてきたのかってことに注視していて、しかも最近ですね、そういうふうに介護ロボットを含めてリハビリロボットなどが、にロボット技術を適用しようとしているってことが進んでて、進行はしているんですけども、意外にまだ普及していかないっていう問題があって、それはなぜなんだろうっていうことを歴史学文献学的にも読み解いていって、課題なんかを見つけようとしているんです。この中国と日本はこの全部この東洋文化の伝統的なこの文化を受けているの国です。だからこの科学人の研究はいろいろなこの同じの類似点があります。遠隔医療は日本で40年以上の歴史を持っています。今は歴史的な視点から、1971年からの遠隔医療の日本での歴史をまとめているところです。此外，本村教授、吉野教授和日立讲师正在进行以人文学为基础，同时与护理及心理学紧密结合的综合研究，旨在阐明不想给别人添麻烦之意识的构造和特征。山下教授正在从法律应该如何参与医疗，才能保证所有人都能得到最合适的医疗保健服务这一观点推进研究。アメリカでは実際裁判になって大問題で、法律によってこう遺伝差別を禁止するような法律もアメリカで作られたわけですよね。遺伝差別禁止法という法律がある。そうしますとですね、そういった単一遺伝疾患に関わる遺伝情報というのは、保険会社としては当然知りたいわけです。なぜかわかりますでしょ。現にアメリカではこういった、保険加入が拒否されたり、あるいは遺伝事情、単一遺伝疾患に関わるような遺伝子が分かったことによって就職内定が取り消されたり、もうすでに勤めてる人が、解雇されたり、そういう問題が起きてきてるわけですね。こう遺伝差別という問題、婚姻もそうですけども、さまざまな社会的差別を引き起こす可能性が当然出てくるわけですね。どういうアプローチからでもいいので、じゃあ今ある世の中を受け入れてそこにどう適応していくかではなくて、今ある世の中をちょっとだけ良くしていくためには、一人一人のメンバーがどういうことができるのかっていうのを考えたい。人多分野の研究方法、研究スタイルを積極的に理解し、自分の研究スタイルに取り込もうとする、そういったその開かれた感性というかですね、医療やケアの現場で直面する問題っていうことについて、その背景にどんなことがあるのか、それをもっともっと掘り下げてじっくり考えてみたい、そういう方に一緒に勉強してもらいたいと思っています。